じゃあ、2019年の L の13、これは11月1日ですね。で、確認問題の、何番だっけ、4番、あ、5番ですね。で、まあ、次の、二次形式が、正定値である実数 A を求めます。それで1番2番で順々にやっていきますけど、 X 次乗プラス 3Y 次乗プラス 2Z 次乗プラス 2AXY プラス 4AXZ プラス 2YZ です。ちょっと一般的な話をすると、A イコール ABCPQRPQR、 これ対象行列ですね。で、これに対してこれが定める二次形式っていうのは何かというと、A に XYZ をかけて XYZ を内積取りますね。そうするとこれ AX 次乗プラス BY 次乗プラス CZ 次乗プラス、この P と P で 2PXY ですか。で、どっちか Q 使いましょうか。 2Q は2Q は XZ で R が 2RYZ ですね。まあ、だからここに XYZ、XYZ と書きますけど、1行は X だし、2行は Y だし、3行は Z で、1列が X、2列が Y、3列が Z というふうに対応しています。いいですか。そうすると、これ、132ですね。132ですね。そうすると、それで、ここが A ですね。それでこれ 4A はどうですか。ここ 2A2A ですね。それでここ 2Y だからこう11ですね。それで一般論がちゃんとあって、だからこの二次形式が正定値って言うんですけど、これ正、ただし XYZ がノットゼロ、ゼロベクトルじゃない2のベクトルに対して正だっていうのは、まあいろんな条件があるんですけど、言い換え2つあって、まあ、A の固有値アルファベータガンマの性能ね、それからまずこの A が正、この A が正がどこから出るかっていうのはピンと来なきゃダメですよ。この A があるか、ここ1ですよ。他0にしたら A になっちゃいますね。そういう感じです。100に対応してるわけね。あとはこのここ Z が0の場合を考えれば、ABPP が正ですか、それから全体の A が正ですか。これ固有値アルファベータガンマ正ですから、行列式 A が正だってがのはすぐ見えますね。ちょっと見えてほしいんですけど、そのあたりは大事で、ですね、それで難しいのはやっぱりこの3つの行列式の小行列式と行列式の
符号で鑑定するところが見えるかどうかっていうんですけど、やっぱりこちら難しいですね。やっぱり証明よく読むと、まあ、二次式の、まあ、例えば X の、X に関する平方完成だって分かるんですけど、まあ、いずれにしてもこれ難しいですね。であとはまあなんとか 見えるようにぐらいのになるといいですね。それでもう一つ言っとくと、この条件からちょっと場所がないからこうすると ABC 正とか、あとその今 APPB がこの Z が0だって言いましたね。 APPB ですか。これ対称性考えるとX が0とか Y が0の場合でも同じで、その場合出てくるのはなんだっけ、どっちがいいか、 AQQC ですか。これが正、これは Y が0の場合ですね。それから BRRC、 これ X が0ね。それから行列式が正ですか。これが必要です。もちろんこれ全部全部そのからこれ必要分十分評価になるんですけど、こちらもまあ全部余計に判定条件が短い方が良くて、まあこういうふうなのを使います。というわけで、ですからXYZ が正、ただし XYZ ノット0の場合ですね。これはまあもちろんこれ使うのは楽ですね、この問題だと。ですからここの1が正、これは当たり前ですね。で1A3 ですか、これが楽かな。実はこれなんかどれか一つ ABC のうちどれか一つ、あ、それまずいんだ。まあいいか。これ XYZ との対称性を考えると、条件として例えばまあ、いろんなこと言いますけど、どれがいいかな。3112を生かしたいと思ったら、例えばここのなんだっけ、3が正で3112が正だから、あんまり考えなくて A の行列式が正ってのでできないことはないんですけど、それでまあというわけです。まあ一応ここに書いてあるのに従ってやるけど、でそうすると行列式 A が正ですか。そうすると、まあ、ここに計算していきましょうか。これ1マイナス A 乗が、これは A が1とマイナス1の間ですね。でじゃあ次は行列式計算しましょう。A31 で 2A で 12 ですか。でそうするとどうやろうかな、いろんな方あるけど、 まず1で下消しましょうか。 1A2A、 そうするとここ0でしょ、3マイナス A 乗、 A 倍してるから 2A 乗、 1マイナス2A 乗で、ここ0ですね。 2A 倍して引くと1マイナス2A 乗、 2マイナス4A 乗か。3行から1マイナス 2A 乗が見えます、出ますね。これで1で、これもどうやっていいんだけども、こうそうするとこれ 1、2ですか。これ2倍の1マイナス 2A 乗ですからね。それで3マイナス A 乗で1マイナス 2A 乗ですね。そうするとそれで、なんだっけ、なんだっけ、
3マイナス A 次乗でこう、これでいいね。そうするとどうですか、6ちょっともう展開しちゃうね。6マイナス 2A 次乗とマイナス1マイナス 2A 次乗だから A 次乗の項消えちゃいますね。だからここ5ですね。だから5倍の1マイナス 2A 次乗です。ですから行列式の A が正っていうのは A がこれ何や、2分 A 次乗が2分の1より小さいから2分のルート2マイナス2のルート2になってます。というわけで、これは、どうなります？1とマイナス1、2分のルート2はだいたい 0.7 だからこんな感じで、あ、ここマイナス抜けましたけど、というわけでこれは A がマイナス2分のルート2、2分のルート2ですね、ということが分かります。それでさっきなんかごちゃごちゃ対称性がどうこう言ったけど、これですけど、まあ今 x y z の順に書いてるけど、例えば y を中心に書くと、この条件は、b が正、次 y z にするとどれ、これね、 b r r c ね。それでこれでもいいんですよ、もちろん。そしたらちなみにちなみに3が正、3が正で3112、これ5ですね、正ですね。だから A の行列式が正だけで簡単に判定できちゃったりするんですね。まあだから深く理解すればこのどれ、これでもいいっていうの分かっちゃうと得しちゃったりします。あ、まあ、そんなの得してもしょうがないですけどね。じゃあこれはここまでにしましょう。